about Irving? Tough break. Yes, but there will be other opportunities. Shove it to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. We've got company. They don't let up, do they? はい、ご覧の皆様こんにちは、ホーステルと申します。バイオハザード5です。次からやっていきますね。いきなり忙しいな。しばらく打ってるとオーバーヒートして使えなくなるんだよね。おっと、連打だ。危ない。どこ？シェバの照準を見ながら敵の方角を抜擢するしかないか。あ、なんか撃ってるやついる。いった。は、どこ火炎瓶投げてるやついるとか。あいつか。倒れないけど当たってんのか当たってねえのか分かんねえな。来てる。どこ？あ、いた。丸ボタンか。危ない。四角ボタン連打してたわ最初。あ、またバスか。バスよりもトラックか。これ以上左向かないんだけど。もう危ない。食らってる。クソエイムには辛いものがあるぜ。このサバンナ地帯、斧だの火炎瓶だの撃ち落とせれば楽なんだけど、そこまでのエイム力は残念ながらない。左か。まだトラックか。これ以上左向かねえんだよ照準が。あ、来てる。めっちゃいる。何あれ、体当たりされてるのかこれ。トラック壊さないと。わっ、オーバーヒートしちゃった。全然見てなかったわ。あ、こっちもいんのか。すっげえ食らってる。ハーブ使えないのが痛いわこの状況で。ちょっと静かになったかな。うおっ、どこから食らってんの攻撃。お前か。綺麗に当たらないな。やばい、全然ナイスじゃないんだけど。右？どこ？あっ、下がってろ。どこに撃ってんの？あっ、おどれだけ来んだよこいつら。バイクたくさんあんな。何台も壊した。意外と経済力あるんだなこいつら。バイク何台も所有だけするだけあるぐらいの。トラックも何台も持ってるしね。貧乏臭い家に住んでた割には意外と機動力あるな。明らかに車がジャンプしてるんだけど。ジャンプ台のような形状にもなってなかったのに崩れた橋が。
それともハイドロが搭載されているトラックなのかな。トラックといえば走行車か。誰この人。その腕は何なの。ファッション昔のチュッリーみたいな腕はつけずに出てこないで。急にいいかな。気をつけないよ。あ、そっか、ガトリングガン使ってこいつと戦うのか。そうだわ、ここ確かね、難易度プロフェッショナルだったら超難所なのよ。で、反応速度が鈍いから、あのこの QT 避けられない俺。隣から出てきたやつを速攻で排除する。フラーガが出てきたね。説明口調でシェバが撃ってって言ってくれるからありがたい。岩っころを撃ってくるときにこいつを使う。俺に当てられると思ってんのか。正確のエイムがない男。1個壊れた。親玉が出てきたね。打ち込んでいくぜ。普通ならこれだけ食らったらとっくにバラバラになっていてもおかしくないんだけど。ダメ。行動キャンセルしながら。で、向こう側に出てきたやつも痛い。忙しいよ。お、出た出た。弱点に。電銃で攻撃か。あんまりお前が邪魔だ。危ない。うっそ、押しただろ今。どれだけシビアなんだよ。これは俺の反応だったら無理だわ。見てから反応するのは。あいつらは倒しとかないと。やばい、キャンセルして。これ反応絶対無理なんだけど俺に。なんとか集中に集中してようやく反応できるレベル。画面の真ん中を注視して敵の行動を確認するだけの余裕がない。急に全勢力を費やさないと反応できないわ。ここで安定の爆弾無理。
とっさに出られると無理。危ねえ。あ、こっちにもいた。マジできついな。強いよ。ここで全弾丸をぶっ放すつもりで。これシェバ攻撃してんの？これ。あ、してるわ。ごめん。出てきてる。ごめんなさい。それは無理です。体力残り半分か。持つかな。武器使うのは卑怯だ。どの口が言ってんだ。横いるかな。いない。横からも敵が出てくるかどうかしっかりと見ながら戦わないといけないんだよね。出る瞬間に邪魔だから倒さないと。早く早く爆弾。敵の行動をキャンセルしながら。まだ電柱あったのか。お前ら邪魔だ。やばい。こいつが出てきたときはボウガンのやつを恐れずに集中攻撃。攻撃は最大の防御。いた。どうやろう。まだ死なないの。にゃあ。危ねえよ。なかなか規制台出てこないな。やばい。危ねえ。なんとかなんとかうまくキャンセルできてる行動。めっちゃ食らった今。
あ、やっと倒せた。整合デイグに限って全く喋っていないこと男は、いつ成功できるか分かんなかったからね。何回死んだと思ってる。まあ2回だけど。これは俺にはプロフェッショナルは無理だな。このタイトルは難易度ベテランまでかな。できてもプロフェッショナルはゲームオーバーになっても内部的なゲームランクが下がんないんだよね。シェバ、You don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure.Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone.I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that.これは2回ゲームオーバーになったことによって短いチャプターの尺稼ぎに結果的になったってことか。はい、ということで、ね、2回ゲームオーバーになったことによってなかなかちょうどいい時間になりましたので、今回はこの辺で終了ね。はい、ではありがとうございました。